皆さんこんにちは、ゆうすけです。いやー、何日ぶりの日差しでしょうかね。本当にもうこれほどまでに太陽を待ちわびたことは僕はもう人生初だと思います。はい、そんな日に撮影するに、はい、ふさわしい、あの今日はというと、 MMT は真実を担保に幸福を貸与するっていうことで、あのまだまだね、MMT 初心者のくせにあえてでも大それたタイトルをつけてみたんですけど、知れば知るほどにタイトル通りの確信は深まるばかりなんですよね。今回からパートいくつまで続くか全く想定できずに始めちゃったんですけどあのこのシリーズが終わる頃にはタイトルのように思える動画になったらいいなっていう思いで、はい、あの撮影を始めてみたいと思います。それであの僕のもとにも皆さんのもとにもですけど、生まれた時からお金っていう紙切れや、コインや預金通帳みたいなものがもうすでに存在していて、たかだか紙切れや金属や数字の印字が僕ら人間にこう生きる理由をね、与えてくれたり、日々の生活に彩りをもたらしてくれたり、人と人とつなげてくれたり、けれども一方でお金って人間関係を壊してしまうこともありますし、こう未来への不安をもたらしたり、争い事を生んだり、時には人を殺人や自殺にまで追い込むのがそのたかだか紙切れや丸い金属だったり数字の印字なんですけど、じゃあそもそも今まさに現代の人が使っているこのお金っていうものが何なのかっていうことを考えるときに、1650年代頃のヨーロッパまで遡ることになるそうなんですよね。その頃ヨーロッパでは金貨や銀貨が共通の通貨として使われてたそうなんですけど、今と違って銀行なんてありませんからね。上に記された作家のセルバンテスっていう15世紀から16世紀を生きた人物の言葉通り、あのお金はなければないで困るけど、金持ちになればなるほどこれまた困るっていう状態に陥るわけです。なんせこう今で言うなら家の中が札束の山になっちゃいますからね。家具だったり家電が置けないし寝るスペースがないですよね。もうあの金持ちになればなるほどかといって置けるスペースを作ったとしても、こう強盗に襲われたりだとか盗まれたりしたら全て水の泡ですから、もうなんだろう、夜もおちおちね眠れませんよね。預かることを商売にしてた人もいるにはいたそうなんですけど、預かってそのまま逃げちゃうとかね困ったな、どうしようっていう時にそのイギリスの金細工商人たちの出番になるんですけど、このゴールドスミスっていうのは人名ではなく職業名で、この金細工商人たちが大きくて頑丈で持ち運びできないような金庫を自分の家に作って、で金貨や銀貨を預かるっていうサービスを始めたんですね。で金貨や銀貨を預かりましたっていう預かり証、金商手形っていうそうなんですけど、今でいう小切手ですかね。それを発行して預けた人はいつでも預けた金貨銀貨を引き出せるっていうシステムで、一見するとあ、なるほどこれが銀行の始まりなのねってあの最初僕自身も三橋さんの動画で見てて思いましたし、今多くの方がねおそらくそう思ったんじゃないかと思うんですけど、なんと実はそうじゃないんですよね。そのことをこれから説明させていただきます。お金がなかった頃はおそらくみんなね、物々交換していて、物々交換だと持ち運びに不便だし
それが例えば生ものなら鮮度によって価値が変わってしまいますから、価値基準がすごく曖昧ですよね。そういう事情で耐久性があって希少性がある、金貨や銀貨のようなものが貨幣として使われるようになったっていう定説定説があるんですけど、僕も含めた世界中のほとんどの全人類がお金が物であり物質であり有限であり、こう世界中のお金をこう集めたらお金のプールかもしくは山ができるっていう、この定説を信じていて、世の中のほとんどの政治家や官僚や経済学者もまたこの定説を信じていて、っていうことは経済学の教科書にもおそらくそう書いてあるっていうことなんだと思うんですけど、けれども経済産業省に在籍しながらこう権力に盾ついて更迭された経歴を持つ怖いもの知らずの中野武さん曰く、貨幣の起源を研究した歴史学者や人類学者たちは今日に至るまで誰も物々交換から貨幣が生まれたという証拠資料を見つけられていないそうなんですね。それどころか硬貨が発明されるより数千年前のエジプト文明やメソポタミア文明には現代のお金のシステムの面影を見ることができるそうです。例えば紀元前3500年頃のメソポタミアにおいては、神殿や宮殿の官僚たちが臣下や従属民との間の債権債務を計算したり記録したりするための計算単位として貨幣が使われていたことが分かっているそうです。古代エジプトでは私有財産や市場における交換は存在しない世界だったそうなんですけど、貨幣だけはあって、でその貨幣もまた国家が税の徴収や支払いなどを計算するための単位として使われていたそうなんですね。つまり貨幣は物々交換や市場における取引ではなく別な何かを起源として始まったっていうふうに言えるんですけど、ここでさっきの金細工商人の時代のお話に戻ります。金貨を金庫に預かるサービスをしていたゴールドスミスはこう商売をしながら預けた人たちが全員一斉に引き出すっていうことはまずないなっていうことに気がついて、そこからさらにサービスを進化させて預かった自分のものじゃない金貨を貸し出すっていうサービスを始めるんですね勝手にそんなことしちゃダメだろうっていう話は今は置いといて、はい。で、借りる人が金貨を借りる目的は別な誰かへの支払い以外にありませんよね。で、支払われた側も金庫が多くなってきたら預けたくなりますよね、当然。それでここでもやっぱり金貨預かり書が発行されて、ふと気がつくと不思議なことが起きていたっていう、言うんですね。ゴールドスミスたちが預かり知らぬところで金貨預かり証のみが町人の間を流通し行き交っていたそうです。例えば皆さんが100万円分の金貨をゴールドスミスに預けたとして、100万円分の金貨預かり証を受け取ったとします。で、別な誰かとの取引で100万円分の金貨が必要になったっていう時に、わざわざゴールドスミスに引き換えに行くのってたまらなく面倒だと思いませんかねえ、現代のような紙幣ならある程度の量ならねコンパクトなんですけど、金貨って少なくてもなんかかさばりそうだし重そうだし運ぶにも目立ちそうだし、すごいリスクがあるし一苦労だと思うんですよ。そんなわけで100万円の金貨を預けてますっていう証明書で支払っちゃった方が間違いなく効率的なんですよね。そんな風にして金貨預かり証の方が
金貨を押しのけて流通して行き交う社会になっていったなら、もう誰もゴールドスミスのところに金貨を取りに行く人なんていませんよね。この時、経済評論家の三橋貴明さん曰く、ゴールドスミスは人類史上最も重大な気づき、現在の文明をも形作った大きな気づきを得ることになったそうです。ゴールドスミスは金貨を預かって金貨を貸し出すことをしていたわけなんですけど、金貨預かり証がお金として流通しているのが現状なのに、そもそも金貨貸し出すなんて必要あんのかなって、そう思ったゴールドスミスのうちの誰かが自分で数字を書いた金貨預かり証そのものを貸し出せばいいんじゃねっていうことに気づいてしまうわけです。この時、ゴールドスミスが持っている金貨の量とは全く無関係に、言ってしまえば金貨の資産がゼロでもいいわけですよ。どうにかして信用さえ得られれば、取引の時にいかにもこう金持ちそうな羽振りが良さそうな格好をしていくとかしてそんな風にして信用して借りに来た人の借用証書を担保に、数字を書いた紙切れ、金貨預かり証を発行するっていう形ができて、これを万年筆マネーって言うんですけど、このシステムは借りに来る人がいるからこそ貸し出すことが成立するシステムで、言い方を変えれば借りる人がいなければお金が生まれないシステムでもあるわけです。おそらくここですよね。はい。今までお金が有限で実体のあるものと信じてきた人が踏み越えられない、見えない壁がおそらくここにあって、一昔前で言えば地球をね中心に星々が動いてると信じてきた人が、太陽を中心に星々が動いてることをなかなかね信じられなかったことにすごく酷似するんですけど、そりゃそうですよね。借りる人がいなければお金は存在しないなんて言われてもね、こう巨大なハテナマークってけれども、この見えない思い込みの壁をパラダイムシフトして踏み越えられたなら、MMT の基本や核心部分はまずはとりあえず掴んだも同然なんですよ。そしてこのゴールドスミスが気づいたこの仕組みをそのまま受け継いでいるのが現在の銀行というわけです。